強大な敵軍との決戦の時は近い。そう予見した島左近は一計を案じた。敵の威勢を削ぐため先んじて用地に攻め込む。戦力差を埋めるための苦肉の策である。袁紹は勇んで進軍した。果たして軍師左近の目論みは成功するのか。皆の者、準備は良いな。事前に伝えた通り、この袁本社の指揮のもと敵の用地を奪取するのだ。ええ、構いませんわ。うまくいけば我が君もきっとお喜び。私も問題ありません。ふん、敵さん、随分と固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ、敵が撃って出てくるよう仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるんだぞ。見捨てれば我が軍の護憲に関わる。救出せよ。政府の記憶に留める。名族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。何なの？女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやる。幽霊みたいなやつが美女に向かってるようです。操る将を倒して助けましょう。死守せねばならぬ。終着。我らの勢い、徴兵に見せつけん。守れ、敵の勢いに飲まれるな。張り切ってますわね。私も遅れは取りませんわよ。いい調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよう。ここはどこ？こいつら何？もしかして私に男を取られた女の霊？なんてバカなこと言ってる場合じゃないわ。とりあえず逃げなきゃ。ここは私が止めてみせよう。私がなすすべもなく負ける。城下は制圧しましたね。これで解錠してくれると良いのですが。まあ、お見事ですな。我が豪遊、とくと味わえ。どうなの、万有だったか。怪物は打ち払った。ここは危ないゆえ引くがいい。ありがとう、渋いお兄さんたち。じゃあ引かせてもらうわね。敵将、我が免除の記憶に留め。敵も猿もここまで追い詰めても揺らがぬわ。この城兵の余裕、よほど肝が据わってるのか。それとも本陣を狙うとは卑怯だ。誰か名族に加勢せぬか。この増援を待ってたってことですか。袁紹さんを撃たせるわけにはいきませんな。もしかして苦戦してる？仕方ないな。今度は私が助けて。これぞ無双。この方は先ほどの女性。お一人
りで大丈夫でしょうか。敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまい。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんわね。私のやり方を見せてあげますわ。お前の治癒、日々磨かれているな。なんて頼もしい方でしょう。私も勇気づけられます。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょう。私、実は困って。おお、見ただけで気づくか。うん、やはり名族の意向は万国共通よ。ダメ、話を聞いてないわ。狼藉の仕方間違っちゃったみたい。お前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私はご少々よろしくね。素敵なおじさま。おじさま。美しきお方によってお味方が有利に。ですが、抑えきれない打ってばかりはいられません。きっと私にできることがあるはず。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が現れるような美しい音色、もっと近くで聞きたい。帝国の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。残るは本陣の門だけです。敵を一掃するのよ。さすれば大将の出ざるを得る。通りたけ、俺を倒していけ。本陣に近づけん。せめて敵を少しの間油断させられれば。我らにて無双の分を示さなきゃ。私が今果たすべき使命は、戦の不良を慰めしましょう。皆様、これぞ無双。この朝鮮の舞をご覧ください。なんて美しい舞だ。戦いの最終だというのに心が穏やかになっている。これぞ無双。感謝しますよ、朝鮮さん。さて、今のうちに城内の敵を片付けますか。まあ、お見事ですな。そうですね。お褒めにあずかり光栄ですわ。鬼の心、もっととろけさせて差し上げましょうか。それは遠慮いたす。ここまで来るとはご苦労なことだ。だが、その努力は無駄骨に終わる。あら、随分な言い方ですよね。その余裕、果たして最後まで保てますかしら。とどめだ。あまたの英雄を取り込み、堪能しましたよ、朝鮮さん。お恥ずかしい限りです。私はどこにいようと
何に舞う宿命なのです。そんな切ない顔をしないでください。俺も落ちたくなっちまう。駆け立ちする。仲間に任せろ。浮かれるな。油断はできぞ。平八これにあり。どうじゃ。花のある勝利だ。冥族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略、俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。さっきはありがとう。それでここはどこなのかしら。あとあの敵は何。それはだな。へえ、よろしければ。ええ、そうかも。まあ美人。欲しいものがあるの。よし、うまくいったな。ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。業を煮やした孫権は諜報に秀でた忍びに調査を依頼した。服部半蔵と久野市2人の忍びは事の真相を探るべく味方の城へとひた走った。あれが連絡が途絶えた城。敵に襲われた様子もないし、遠目には平和そうっすね。だが、とりあえず。おや？どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃん。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らにこの城は渡さんぞ。ちょっ、何を。あっしら敵じゃありませんって。敵の術にかかっていた。この感じ、城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い、術者は不在か。つまりみんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ旦那。仕方がない。
切ってらっしゃること。その首もらい受ける。いざ。見事に負けちまうとはな。なんという武勇。おいら腹減ったが食い物くれねえだが。ふに？この人いつもこんな感じだったよな。くれねえのか。なら、ぶっ飛ばすだよ。ここで何してただか。なんだかすごく腹が減っただ。初期に戻ってもそれっすか。なんじゃ貴様ら。主人に君を邪魔するなら切り刻んでくれるわ。どっからどう見てもいつもと同じなんですけど、これはこの、おや？どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃん。油断するな。わかってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。おん。ある日を境、あれが連絡。おや？どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃん。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らにこの城は渡さんぞ。何を。あっしら敵じゃありませんって。俺の文字の記憶に。私は一体何を。敵の術にかかって。この感じ、城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い。術者は不在か。つまり、みんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ、旦那。しまうとはな。正気に戻ってもそれっすか。なんじゃ
だ貴様ら。主人君を邪魔するなら切り刻んでくれるわ。どっからどう見てもいつもと同じなんですけど、これはこのままでいいんじゃ。主命に従え。どういうことじゃ。このわしが操られていたじゃと。かく出肉人の準備をしておったというのに、騙したやつは切り刻んでくれるわ。やっぱり同じ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。はこの私が術に冥族を操るとは。そんな輩がいたものよ。さて、お前たちには世話をかけたようだ。その働きに免じて冥族が力を貸してやろう。任務なら最初の分に。いいぞ、その調子だよ。なんでこう癖のある人ばっか。本当に術が解けてるのか不安になるにゃ。そういえば半蔵の旦那の変わらなそう。まさかもう術にかかってたり。少子勝ったと思うなよ。の、いいところに来たの。マロとケマロンの。あ、間に合ってます。エハチ、これにやり。思い出せないの。とりあえず決まるの。だから間に合ってますって。城も手に入れたし、手下も手に入れた。守備は上々ってことで一休みするか。強敵の排除のり。ややこしい術かけた張本人、とっちめてやりやしょう。なんかおかしいぞ。俺の術解けちゃってんの。敵に回られたんじゃ面倒だ。第三第三逃がさ。それまでここは通さぬぞ。ゲッ、門が閉じられちまった。あいつがみんなを操っただけ。ぶっ飛ばしてやるぞ。やってなきたよ。じゃも決まりでもてなそうかの。調子だよ。
様のせいでわしの主治肉林は台無しよ。者ども、奴を安らぎせい。その主治肉林ってのはまた今度、今はそれどころじゃないってのしようがね。遊んでやるぜ。遊んでる。やってくれんじゃねえか。けどここでとっ捕まるわけにはいかねえ。受け。すばしっこい役目。けどお役目は完了ってことで。任務達成。忍びどもよくぞ術をあり、まことよの皆。あっと、いい、俺は執着。はーい、あなた素敵な頭ね。な、仲間認定か。どうすりゃいいんだ俺。あー、なんだ、それお得意の勘なの。じゃあ私を見てゾクゾクする？震えとと大丈夫よ。そうでもお裾分けはしちゃおうかしら。頼む、今すぐ。いや、あら、行っちゃったわ楽しめそう。作りし笹団子は見事であった。わしは剣心殿。先父上はああ見えて定法友のこと。オーディン、ロキ、アレス、連合軍は三神の激しい追撃をかろうじてかわした。ここで疲弊した連合軍を狩るべくあの男が動き出す。オーディンに組する鬼神呂布である。災い去って災いまた至る。連合軍は正念場を迎えていた。呂布殿はなぜオーディンについているのでしょう。はっきりとは分からぬが、呂布殿はひたすらに強者を求め戦いを楽しむことを望んでいる。オーディンにつけばそれが叶うのやもしれぬな。確かに、より多くの優れた将と戦うには人間の敵についた方がいいのかもしれませんが、でもそんなことのために。呂布殿ならばないとは言い切れぬ。そして我々の考えで説得を図っても
おそらく意味はあるまい。あ、ちょっといいか。予想通りこのまま逃げ切れるとは思えません。敵の追撃はそこまで迫っているな。しかも相手は厄介なあの緑化。たとえしのいだとしても第2第3の追っ手が来ます。ここは攻めに転じ敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲部隊はこの超文猿が率いよう。長領様、稲葉を供いたします。学神殿、利天殿、お二人の分頼みにさせてもらう。長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。俺が叶う相手じゃねえか。こんなところに敵だと。だが当社しねえ、獲物を置いて帰るな。敵に奇襲を悟られてはならぬ。速やかに突破せん。今日はこれぐらいで勘弁してやる。長龍、相変わらず呆れるほど強いな。けど、あんたにだけいい格好をさせとくのはシャカ。ええ、私ももっと戦果を上げてみせましょう。リテンド、学神殿、すさまじい気迫よ。ならばこの超文猿、さらに振るわねば。素晴らしい働きを見せたな。それが古今別荘の美なのですね、父上。自ら撃たれに来るとは。望みどう熱してくれん。ドフの本陣が目の前です。長領様、号令を。いざ、我らが武にて敵本陣を貫かん。まだ覚悟めされよ。なんだ、急に嫌な予感が。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。偽本陣を狙っての奇襲、まさに私の悪いだ。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせおった。何も残らぬほど叩き潰してやる。どうにか片付いたか。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの学文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。ここを通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。霊気どうかお引きくだされ。長領、聞かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦をしない。無双の分を示せ。私は鬼神、呂布の娘。無残な戦をして父上の名を汚すわけにはいかぬ。本田忠勝が娘、ディナ。私も父の名を背負っています。その名は重いけれど、だからこそ突き進むしかない。鬼神の娘は見事な武勇よ。どこか寂しげな目をしているな。父上。
申し訳ありません。さあ急ぎ本陣へ。王を破ったか。奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよ。帰りの者は我が部にて投げ払う。素晴らしい働きを見せたな雪村。感服いたします。これが古今無双の美なのですね父上。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。我が年齢の記憶に神球殿みんな気をつけよ。おじきの敵呂布軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。趙文元、ただいま救援に戻った。趙雷、俺を楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せる。無双の武を示せ。ほとばしる闘志、あれが最強か。俺だって現人者として遅れは取れん。そうだ、これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。悪くなかったぞ。武を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。さて、こんなものかね。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルズの神、イカズチを操るトールの力を得ているようだな。元の世界では最強の鬼神とまで称された方、その部に神の力までもが合わ。呂布殿だけではありません。あらゆる知恵と力を得ているオーディン、主神ゼウスの力を奪ったアレス、敵の力はあまりに強大です。あのオーディンってやつなら容赦な。それなのに弱気になってはいけません。可能性を信じ、絶望の闇に染まらぬ心、頼もしいな。これが人間の強さ。今まで私が気づけなかったもの。よし、うまくいったな。本格的に動き始めたみたい。いろんな場所が攻められてるの。皆様の前線基地はもちろんのこと、旋回と
この世界を結び、ヘイラを招く入り口を密かに用意していたのですが、そちらも敵に発覚し取り囲まれてしまいました。あちゃ、それはまずいね。今は敵への対抗策を練る以前にその辺をどうにかしないと。なら俺は前線基地を守りに行くぜ。私は戦艦への入り口に行くわ。これ以上好き勝手させないっての。皆様心強うございます。どうぞよろしくお願いいたし、ウキン様いな、それ宴この手、はい。異界での戦いは熾烈を極め、連合軍の陣中は緊張した空気に包まれていた。そんな中、軍を挙げての大宴会が催されることとなる。これを聞いて激怒したのは右近と稲姫であった。不埒な酒宴を即刻中止させ、酔って騒ぐ不届き者たちを厳罰に処するため。まさかこんなに大勢集まって。メモは、はい、陣内の風紀を守る。宴はすでに始まっている様子。この大変な時に飲んで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生む。厳に処分せねば。バカか、おなごと楽しく飲んどるっちゅうのは本当か。わしも混ぜてくれんか。どうぞ。しかしいいのですか、美しい奥方様をお呼びした。諦めてもらわんとな。女癖の悪さじゃ秀吉様が天下一、そこだけは譲れんぞ。ああ、お嬢さん、よければ一緒に楽しまん。ここは秀吉にも任せてやる。わしの目を盗んで女子を口説くとは、まったく油断も隙もない男よ。毒だなんて、ありともスプラージです。リナが成敗いたします。わしが間違ってた。女子を口説くなら男前。のいないところに帰ろ。待ってください、ちっとも反省してないじゃないですか。いろんな意味で楽しんだ。さて、女性たちの元に戻って続きを楽しむか。ハッカ殿の遊び癖、この程度の処分では治らんか。今夜はブレイクもだ。浴びるほど飲むぜ。いいんですか、上司さん。あんたかけていろいろ失礼。
失敗してるでしょ、マジで。あ？てめえ、俺がこれ式で酔うと思ってんのか。酒を置いただけで我が輩の思惑通り。これが古今無双の美なのですね、父上。皆の規範となるようこれからも精進せよ。これが古今無双の美なのですね、父上。酒癖の悪さじゃ正則が一番よ。飲みすぎて家宝を奪われたくらいだからな。何の何。張飛殿は酔って城を奪われとる。皆の規範となるようこれからも精進せよ。ちょっと右近さん、聞いてくださいよ。張飛さんに絡まれてマジ超迷惑だぜ。止まってきたんだろうが。おめに余る泥仕合を即刻止めねば。人間の記憶に何で脳が冷めちまったじゃねえか。もう一遍乗り直すか。まだ寝るんですか。もうお酒はダメです。ちょ待て、気分悪くなってきた。マジ俺帰るわ。酒に飲まれているか。愚かすぎて言葉も出ない。さあ来やがれ。お前なんだ、人ひねりだ。お待たせしました、我が君。やだ、とんだ人違いですよ。誰かと思えば私もあの人と待ち合わせにも。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。立ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。これが古今無双の美なのですね、父上。今の規範となるようこれからも精進せよ。随分品のない格好ですこと。もう少し慎みを持たれたらいかが。耳障りな笛で男をたぶらかす人は品を語るわ。あなたはどう思う。品があるのはどちらかしら。それは剣隊両成敗。それが今の答えです。私がこんな目に遭わねばなりませんの。不愉快ですね。いえ、あの、すみません。手をされるなんて、それがいいな。遅いわね。今日は来ないのかしら。あの人のいない宴なんて、物足りないわ。ここまでかき乱しておいて物足りぬ。計り知れぬ身を所有。乱闘はお収めた。無事に役目を果たせ。ですがこの状況、むしろ荒れ放題と思えるのが気のせいでしょうか。これが古今無双の美なのですね、父上。お楽しみ程度しようか。あれに荒れた宴、すべて我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。まさか、すべてはあの人が仕組んだことだと。許せません。ひさふ望み通り招かれてやったぞ。ウヌの宴に。これはこれは信長さん。
とお伝えしたはずですが、破勢の方が面白くろう。宴の余興はこれかな。バレちゃってたなら仕方ない。物どもかかれ、憎き信長を撃て。シオンフォレストマン、こんな大型の策。しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすと、両者とも見過ごすわけにはいかん。私たちも利用されていたんですね。そうとも知らず騒ぎを大きくしていたなんて。揺らぐな稲田の。我らに課された役割は厳正なる処分を下すことだ。策と知っていながらなぜ煽るようなことを。理由など知る必要はありません。信長様の命ならば乱はどこまでも音もします。ここは逃げるしかない。そんな我が輩は諦めんぞ。今度こそ騒ぎは収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一員が処罰を受けねばなるまい。そうですね。では誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。宴は終わってたら。お願いです。私を、ナオト。いやー、ふぅ、驚いた。宴で俺は。よし、うまくいったな。戦場を越え。圧倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣。人間界、戦界、全てを制圧すべく動き出す。オーディンは戦界への入り口を狙っていた。そこから大軍を送り込み戦界を制圧するためである。彼の考えを察知したカグヤは仲間を連れ戦界への入り口に向かう。カグヤは水際でオーディンたちを食い止めようとしていた。彼女の必死の願いは果たして叶うのか。ところで戦界への入り口って融合に巻き込まれるのを待つか、腕輪の力で道が開いたら来られるって前に聞いた気がするけど。大きな力を持つ者はそうです。無理な介入。でも最近どんどん戦いが激しくなってるでしょ。だからそこまで影響力がないですが、そこを逆に利用され戦界を危険に。そう、かぐや。ねえ。いいえ。
旋回へつながる入り口というのはあそこか。しっかり敵に囲まれてまずいんじゃないか。大きな子たちが入り口を守ってくれてるけど、もうヘトヘトみたい。みんな手伝ってあげよう。敵の鳥みたいな子たちは誰が指揮してるんだろう。ねえカズヤさん、わかるかな。気をたどって見つけてまいります。ちょっと待った。あんたまさか一人で行く気。危険だわ、一緒に行きましょう。我戦う旋回入り口守る。おお目立ってるな。これも派手に突っ込んでやるぞ。二人ともその意気じゃ。言語は交換書を率いる弓兵隊に任せておけ。あの将が大きな子を指揮してるのね。敵に狙われないようにみんなで守らないと。お頑張ってんな。その調子でいけよ。敵の方が一枚上手か。飛び出しちゃって後ろはどうするの。はいはい、私が守ればいいんでしょ。弓兵隊の指揮は俺様一人で十分だ。年寄りは本校で休んでろって。誰が年寄りだ。記憶は黙ってわしの後についてこっか。あの怪物門番を操る将を狙ってるみたい。ほっといたらまずいんじゃない。粉々に砕いてやるぜ。我敵倒す。敵の重さも濃いな。こっちがより目立てる気がしないな。ここは抜かせん。消えろ。現れおったな。軽く揉んでやる。じいさん一人働かせるわけにもいかねえ。俺もやってやるか。時は稼いだ。なんじゃたわいもないな。さて弓兵隊、銀河射撃の構えを取れ。よく狙って引き絞れよ。今放て。じいさんの腕には恐れ入ったぜ。こりゃあと10年はくたばりそうもないな。何を抜かすか。いるのよ。30年は粘ってみせようぞ。私が敗れては誰が怪物を指揮するのだ。はあ、間に合わなかったみたいね。残っている子だけでもどうにか守らないと。素敵、強い人って大好き。貴様思ったよりやるな。いや、お前の存在感大したもんだ。ここからは二手に分かれよう。任せろ。なんと強いな。我倒した。本当か。お前いいやつだな。戦が終わったら俺の噂を広めてくれよ。いいぞ。あら、みんな頑張って戦ってるみたいね。その調子で私に楽させてちょうだい。でも相手も強そう。危なくなったら助けに行かないと。素敵、強い人って大好き。
どこにいるのかしら。ねえカグヤ、気を探るなんて本当にできるの？はい、皆様のお力になれるよう努めます。A8、これにやり。私だけに記憶があるのはなんだか寂しいですね。その調子、頼りにしてるから頑張ってね。ねえカグヤ、どうかした？なんか元気ないみたいだけど。いえ、何でもございません。もう一度気を探ってみます。あそこに何やら重苦しい気のよどみがございます。何をす手繰り当てるとはなかなかの力だが、すねごときに遅れは取らん。なくて何よりだ。戦場のピリつく空気、久しぶりじゃの。懐かしい顔も見えるわ。クッキーさん、いいところに。ちょっと手伝ってくれる？任せておけ。再会を楽しむのはその後にするか。クッキー、盛り上がってきたぜ。もう少し数増やしとくか。現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。清盛のおっさんがそう言うなら全力で倒しに行ってみっか。ほう、してみろ。わしは逃げも隠れもせんぞ。ことほいでおりましょう。あの、三蔵様、どちらへ？今日こそ悟空を懲らしめてあげないと。そうだ、かぐやさんも一緒に来てくれる？クッキさんが来てくれてよかった。旋回まで大変なことになるところだったよ。すまんすまん、なかなか道が開かなくての。ふう、遅くなってすまんの。わしは復帰かぐやらと同じ旋回の住人で、お主らとは以前共に戦ったこともある。しかしとんでもないことになったの。ゼウスが殺され、オーディンが登場し
破壊神まで復活するとは。このような状況だ。我らも今後はできる限り力を貸そう。おお、仙人がまた一人味方に。いやー、ほんとその通りだな。復帰殿、これからよろしくお願いします。ねえかぐや、あなたってすごいのね。いえ、うん、はい、ガイ様や皆様の。もちろんいいに決まってるじゃない。っていうか、その様付けなんとかならない？人間そうそう、ええ、記憶や絆を失っても悲観することはない。また新たに作ることができるのですね。とても大事なことを学べた気がします。わしが伝と始まろうわ。よし、うまくいったな。人間と組んでの戦も久方ぶり。どうなることかと思ったが、案外あっさり勘を取り戻せたわ。異界の神や怪物相手の戦にもさすがに慣れた。確かに最初に奴らを目にした時は驚かされたものだが。そうそう、あの時はびっくりしたよね。みんなと戦艦、さすがの太公坊さんも。お、それは完全なる思い違いと言わざるを得ない。私は慌ててなどいないし、冷や汗もかいていない。ただ予想外の敵襲に迅速に対処しようと。坊主、照れんでもいい。冷や汗ぐらいかくじゃろ。圧倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣。人間界、戦界、全てを制圧すべく動き出す。この事態を受け、連合軍は防衛に注力。前線基地を守るため、竹中半兵衛、馬長、芝将ら精鋭を向かわせた。奪われる前に何とか城に滑り込めたが、敵の包囲はどんどん狭まってるな。そうね、このままだともっと困ったことになりそう。オーディン軍は力も数も俺たちを圧倒してる。その上勢いもあるしね。でも不思議と諦める気にはならないんだよな。なあ、人間の未来のため勝利を信じ力を尽くすのみ。完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。お先真っ暗な状況に立ち向かうか。そんなこと前にもあった気がするんだよな。俺たちは
かけがえのない仲間だ。なぜかそう確信できる。力を合わせて乗り切るぞ。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らかだ。それでもまだ諦めないつもりだ。まともにぶつかったって勝てっこない。でもそこをどうにかするのが軍師のお仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の包囲に穴を開けてくれないかな。頼んだぞ。観光と情報が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。包囲をうなち援軍を呼び込む気か。官兵衛の考えそうなことだ。ああ、官兵衛殿の目はごまかせないか。ここは退場してもらうしかないな。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠る。官兵衛は兵らしくもない。敵の増援か。来るぞ、皆耐えろ。ああ、よくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの将士に任せておけ。追い詰めた敵にとどめを刺す。悪くない役回りだ。今度は北から敵の増援。少しは休ませてほしいんだけどな。よりによってあいつらか。これは援軍到着まで持つかどうか。さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。関東と長方の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来た。たら一休みさせてもらおうっと。責任は果たす。基本だけどすごいこと。おお、戦ぶりだ。その調子その調子。見事な活躍だ。我がことのように嬉しい。ゼウスを倒したら余計面倒なことに。過去に戻ってやり直したい。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけない。もうない。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。思ったよりやるじゃねえか。攻め手を緩めるわけにはいかない。私の指揮にも働いてもらう。さらに畳みかけてくるとは。だが諦めん。諦めるものか。この城を落とせ。体勢は決す。容赦はせんぞ。助けに来てくれたか。礼を言うぞ。武勇とて引けは取らぬ。培ってきた武勇見せてやる。間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。観光たちか。いや、アテナ殿、これは心強い援軍だ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。嘘だ。俺が負けるなんて。いい戦ぶりだ。
ここで助力を得られると、その騎士に応え、そう奮起せねば。向こうにはアテナ殿が来たようだね。だが、勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。数ではまだこっちが不利なのに、多方面から押し寄せるか。皆耐えよ。手抜けば勝機はある。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝しとかないとね。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そう、良ければ共に力を合わせよう。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。ありがてえ。共に押し返そうぜ。お前こそ真の三国武将だ。おお、いい戦ぶりだ。天の助け、これならもうしばらく耐えられそうだ。救援コール。俺の生存確率劇的に低下中。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。守る？いや、残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。無事だろうか。これより私たちも参戦する。大丈夫か？今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあ、これからは復讐の時間よ。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかし、どうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃。私たちはあの敵に当たればいいのか。カン・アン国、参る。我らも攻めるぞ。続け。敵は勢いを取り戻したか。来い、弁慶。現住者の気概見せてやるぞ。もっと待ってくれ、義経様。アテナ殿の突入で敵の包囲が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき、言ってて恥ずかしくねえのか。観察といい、人間はこれだから。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか、さあどっちだ。こいつ親父よりも頑丈そうだな。誰が相手でも超えなければ勝利をつかむために。責任を果たす基本だけど、すごいこと。我らにて無双の分を示そう。おお、いい戦ぶりだ。ありがとね。その気持ちが嬉しいよ。あなたが我が術の対象や。容赦はいらないな。あの兵力差を覆してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。厳しい。アテナ殿、私たちを勇気づけてくださって感謝します。元はといえば私の父や弟が招いたことだ。私にも責任がある。しかしあなたがいなければ俺たちはきっと。どうしても後悔してるっていうなら。ああ、それにし多分。よし、俺は執着。報告！
アレスとロキが大軍勢を引き攻めてきました。その数計り知れません。ここを奪い前線を押し上げるつもりか。奴らの到達前に援軍が来なければ持ちこたえるのは厳しいかもしれんな。我が君、案ずるな。このようなところで無駄に命を散らすつもりはない。まずは本隊に伝令を送り判断を仰ぐとしよう。